今日からウェザーミュージックの企画が始まっているということで、はい、さっき裏で聞いてたら、まあ、聞いたことないものが多いという、ね、ことだそうで、まあ、このコーヒータイムの時間もお送りしていくんですけども、はい、イヤホン持ってるのかなってさっき不意に気になって、それダメです、会社のです通勤通学途中とかにこうイヤホンをする方多いと思うんですけども、何も聞かずに、聞かないです。そもそも持ってますか、イヤホンは。イヤホンは、うん、あのスマートフォンについてたやつがあります。持ってますか、いつも持ち歩いてますか。持ち歩かないです。持ち歩かない、うん、じゃあもう家に置きっぱなし。置きっぱなしです。じゃあ聞くっていう習慣がそもそもそんなないっていうことですか、ね、歩きながらとかは聞かないです。聞かないですか、うん、あの音聞こえないとちょっと怖いんで。あ、そうですよね。そうそうそう、まあ、確かに歩いてる時はね、私もこう外の音が聞こえる方がね、いいなと。なので家で聞いてますよ。あ、家では聞くんですか。聞きますよ。そうなんですか、うん、イヤホンしないでスピーカーでスピーカーというか携帯で鳴らしておくんですか。私CD で。あ、 CD 派ですかCD 入れて昔の流してあのなんかブルーレイのディスクデッキ入れて。そうなんですね、うん、何を聞くんですか。もう80年代と90年代で。90年代の90年代なんで。じゃあ70年代でも OK です。お、聞くんですね。聞きますよ、うん、アイドルとかですか。あ、何でも聞きますよ。私一番、うん、あの CD であの曲数を持ってるのはね、いろいろ恥ずかしいんですけど、うん、あの気になる、気になる、あの中島みゆきさん。おお。そう、女性だと中島みゆきさんが。そうなんですね、教えていただいちゃっていいんですか、こんな。いいです、別に。そうなんですね、素敵な曲多いですよね。そうそう、声も本当綺麗ですね、聞いていてね、癒されますよね。あ、そうなんだ。よく聞きますよ。すっげえ恥ずかしいんですけど。ね、私はね、自分が聞いてる曲とかあんまり言えない人に、いい読んでる本とか、いや、すごいいいことを聞かせてもらっちゃって、聞いてよかったです。でも、いろんな本当に、類で、もう広く、幅広く聞くってことですよね。10年ぐらい、10年以上前かな、うん、ちょっとあの中古 CD 屋さんをこの、はいはい、回って、うんうん、いっぱいこの集めてたんですか。その時代のやつも楽しそう、廃盤になったやつとか、そう、それがいっぱいあります、でもなんでそこからこう時代が進んでないそうなんです。なんでそこでストップしてるんですか。だから2000年頃からはもう全くちょっとついていけてないんです、それちょっと聞いてみたいなとかもあんまりないです。あんまりなくて、だから一旦取り残されちゃったらもう追いつけなくなっちゃったんでしょうね。なるほど。結構追いかけるのも大変ですしね。そう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 、もう何曲も何曲も出てくるから。 そっか、いや、思い出とともにって感じですね、同じ曲をずっと聴いてるとその昔のこととか思い出しません、ね、それがまたね、こう今聴いてる時と全然違う感情にまた戻って、また感じ方とか違ったりしますもんね。 それが多分ね、聴いてる目的になってるかもしれないです。あ、そう、懐かしいな、懐かしいなってね、あの時こんな感じだったなっていうのを思い出すためにもかけたくなるんですよね。あ、わかるかもしれない、うん、そっか、ありがとうございます。貴重なお話しててよかったです。ということで、この後もね、ウェザーミュージック行われますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ここまで山先生、山口さんに解説していただきました。はい、山口さん、ありがとうございました。はい、ということで、グッジョブでしたね、私ちょっと。はい。